に来た植物園のステーベンの共像、クリスティアン・フォン・ステーベンは、スウェーデン系のロシアの植物学者、昆虫学者である。クリミアで働いた。現在のフィンランドのフレデリクス・ハムンの上級役人の家に生まれた。第二次ロシア・スウェーデン戦争の結果、フィンランドがスウェーデン領からロシア領になる時代に、ステーベンは生涯を送った。家庭で教育を受けた後、 ユトレヒト大学、応募大学で医学を学んだ。1795年に、サンクトペテルブルクの医学研究所に入るが、植物学に転じ、インカ植物の研究で学位を得た。コーカサスの植物を研究した、博物学者でもある、ビーベルシュタイン男爵と知り合い、1800年から1806年の間、コーカサスの探検の助手を務めることになった、ボルガ川を越えて、 ドイツ人植民の村で養蚕の技術を見分し、植物を収集しながら、グルジア人やタタール人の支配する危険な地域を旅した。鉱物学者で植物収集家の無神風資金と出会い、行動を共にすることもあった。この旅行の記録は、モスクワ定律博物学者協会によって出版された。1806年に、ロシアの養蚕の監督者に任命され、 クリミアに赴任した。1807年にシンフェロポリに教を定め、各地のドイツ人やブルガール人の集落を視察した。ロシア帝国の諸地域の旅を著述するペーター・ジーモン・パラスを訪れたこともある。この間収集した植物や昆虫の標本を定期的にサンクト・ペテルブルクに送った。八百十二年クリミアの日北に植物園の設立に協力し、 1824年まで園長を務めた。にき植物園には皇帝アレクサンドル一世が二度訪れ、ステーベンは助成金を得てヨーロッパ各地で研究旅行を行った。1820年にウィーン、ドイツ、スイス、北、イタリアをめぐり各地の植物園を視察し多くの学者たちと交流した。1860年に2500種に及ぶ。 植物標本をヘルシンキ大学に寄贈し、また標本の一部はモスクワ大学の標本館に保管されている。スティーブンは植物の学名で命名者を示す場合にクリスティアン・フォン・ステーベンを示すのに使われる。ありがとうございます。